ご代表の皆様、今日はご参加いただきましてよろしくお願いします。顧問の方も久しぶりだと思いますけど、よろしくお願いします。ただいまから平成4年度後継者育成事業の開講式を行います。育成事業ということで、これ第何期の37期前。育成事業の目的としてどういった目的があるのか少し教えてもらってもいいですか。目的は読谷花織の昔からの、もうそのやった先輩、与那嶺翔さん、比嘉文江さん、そういう先生方が一生懸命なされて、どうしても読谷の女の仕事としてやっていきたいというすごい意欲があったんですよね、与那嶺先生。今回この育成事業なんですけども、これいつ頃から始まる予定になってますか。もう続くね、50年になりますよね、もう始まって50年39年ぐらいから、今日は、今回この、受講生 全員で何人ぐらいのこの募集が集まりましたか。4人来て、残念ながら一人はちょっとあの体力的にどんなかなと思ったので、何しろ8ヶ月という期間だから、それに体力も必要です。染色って言って染料か糸を染めたりもなんかするもんだから、やっぱり見た目で悪いんですけど、そういったのもちょっと やらないといけないんですよ。あの大丈夫かな、体力が大丈夫かな、続けていけるかな、そういうのを見るもんですから、やっぱり4人来たんですけど、一人どうしてもなんか続けられないんじゃないかなって判断して、結局3人ということになりました。ではこれからも何ですかね、後継者、まあ、今回37期っていうことなんですけど、38、39ってこれからもまた募集していく予定はあるんでしょうか。なると思いますね。やっぱりあの育てていかなくちゃ、あの代々受け継いでいかなくちゃいけない事業なもんですから、これはこのためには、国からもお金もらっていますし、村からももちろんもらっていますし、私たち花火も出しているんですけど、そのため の事業ですので、ただしがあるんですよ。読谷村民じゃないといけないというのが、一応はそれがあのルールになっていまして、で結局、まあ講習期間はですね、ちゃんともう本当1対1の感じですよね。3対2、2人の先生が3名を見ているもんですから、もうワンツーマンみたいな感じなんですよ。で、講習期間はいいんですけど、あとはその後講習期間終わってはもう本人のやる気なんですよ。大きい問題、継続ですね。継続しないといけない。継続がないのが一番大事ですから。意欲がないとダメ。だから、意欲がある人は大丈夫なんですけどね。興味があっても、 もう終わった後に継続してもらう、そう、終わった後が肝心なんです。だから 10年間はどうしても続けていける、途中でやめたらまたゼロからの出発になるんです。この折の仕事というのはいろいろいっぱいありますから、技法なんかもね、だから要するにこの期間8ヶ月間では絶対覚えきれないんですよ。
先生がついてるから大丈夫ということなんです。だからあとは自分で磨くしかないんです、技もまたいろいろな技法も。だからちょっとあのまあこう言ったら大変なみたいですけど、でももうやってしまったら本当に好きになってしまったら旗に座らないといられないという気持ちになります。これがもうすごい。であの自分でやれるんだったらこんなおばあちゃんになってまで、そうですね、もうこれが続けられるというのがすごいメリットだと思う。80、90になってももう80過ぎてますので、だからもうこんな80近く、私80近く、80過ぎてこんなおばあちゃんになってまで他に仕事できませんよね。そうですね、行くことは仕事就職しようと思ってできませんよね。だけど私たちの仕事はもう永久的に就職ですから、ただ、ね、して楽しんでやってます。そうですよね、それがもうできたら締めたもの、コツコツやることですね、コツコツやって、うん、まあ90代の方もいらっしゃいますので、うん、あ90代でも90代でコツコツやってますので、いまだに追いついてて、はいはい、すごいです。わかりました。今日も忙しい中インタビュー受けていただきありがとうございます。